皆さん、こんにちは。マカロン大好きパンダワンタンです。本日はですね、よくある質問としてマカロナージュの回数について質問が多いので少し話したいなと思います。まずはじめにお話しすると、最近の動画ではですね、私よくマカロナージュをボールに押し付けるように1周2周っていう風に大体回数で表示しているんですけども、これは力加減の差もあるので、あくまで目安程度にしていただいて、最終的には生地の状態でマカロナージュの終了のタイミングっていうのは見極めていただきたいなと思います。で、それを踏まえてこの回数についてお話ししていきますと、2点注意点がありまして、1つはメレンゲによって回数が変わってくる。スイスメレンゲとフレンチメレンゲだと、要は回数が変わってくるということですね。スイスメレンゲはですね、湯煎しながら、メレンゲを作るので、フレンチメレンゲに比べて結構しっかりとしたメレンゲができるんですね。なので泡も潰しづらいのでマカロナージュの回数も増えます。マカロナージュっていうのは泡を潰す作業なので、スイスメレンゲの方がフレンチメレンゲよりもマカロナージュの回数は増えます。これが一つ目の注意点ですね。で、二つ目の注意点は、ココアパウダー。ココアパウダーを入れると、スイスメレンゲ、フレンチメレンゲに関係なく、メレンゲの泡が潰れやすくなるんですね。なので、ココアパウダーを入れている動画っていうのは、他の動画に比べて、マカロナージュの回数を減らしてるんですね。これが二つ目の注意点です。初めに言いました通り、マカロナージュの回数っていうのはあくまで目安にしていただきたいんですけども、今言った2つの注意点があるので、他の動画を見ながら、例えばココアパウダーが入っているレシピの動画を見ながら、実はココアパウダーを抜いて作ってますっていう時とかはマカロナージュの回数が変わってくるので、その辺を注意しながら作っていただければなと思います。でも私たちはね、本当にどれぐらいだろう、もう70、80ぐらい出してるのかな、マカロンレシピ動画をアホみたいに出してるので、作りたいっていうマカロンは見つかると思うので、このマカロン作りたいなって思った動画を参考にぜひ作っていただきたい。アレンジするのであれば、絶対そのアレンジしたものっていうのも結構いろんな動画出してるんであるはずなんで、それを見つけて作っていただきたいなと思います。そうしないとマカロナージュ結構難しいので、一番失敗しやすいポイントなので、その辺を気をつけていただければなと思います。はい、本日の動画は以上となります。皆さん、マカロン作り頑張ってください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。